鈴木陸容疑者と三田健介容疑者は先月、札幌南区の空き家に忍び込み、指輪などを盗んだ疑いが持たれています。2人は SNS でいわゆる闇バイトに応募していましたが、その後の調べで送迎役のタクシー運転手三田容疑者が指示役から言われて勤務中狙った家に行き、電気がついているか確認し連絡した、犯罪になると思ったが金になるのでまあいいかと思ったなどと話していることが分かりました。一方、実行役の鈴木容疑者は事件前、2000円でハンマーを購入するよう指示され購入したなどと話しているということです。